今回はウェッジ編ということで、はい、はい、まずこれさっき僕見てびっくりしたんですけど、これもう何年前の冒険だろうこれ、うん、58度の番数6度、これちょっとやばくないですかこれ。割とねこれ。割と少なめ。あ、そうなんだ。超難しい、難しいですね。どっちかっていうと、はい、ね、あの幅も割と薄いですし。ウェッジ不得意だよね。全然不得意中の不得意です。道具の背だったかもね。結構男前のウェッジですね。そうですね。はい。じゃあ、今回、うん、全部、あ、全部持ってきていただいたんですかね。ちょっといろいろ作ってますんで。はい。はいはい、そうね、ここにある全種類、あ、はい、14で今発売してる全種類、はい、一通りちょっと用意しましたんで、はい、はい、タイプも違うのがあるんで、ね、まあ、今お使いのに似てるプロモデルの RM、うん、でそれよりちょっと優しい DJ で、もっとダフリに強い C の036、うん、もっともっとダフリに強い、究極にダフリに強い TK40 と、すごい、はい、4種類。じゃあ優しくて簡単に上手に打てる。でもかっこいいのでしょ。そう、かっこいいやつ。うん、割と欲張りな。じゃあどれから。はい。じゃあなんか、うん、ちょっと近めのから、はい、行きますかね。うん、はい。この辺から。うん、じゃあ、はい、池田さんはそこでアプローチレッスンしまってるんで、はい、皆さんまたお待たせします。はい、じゃあしばし。どうしたらいいの。うん、ちょっと少しこっちの方がね、はい、この辺が多分平らなんで、うん、この辺でもう打ってもらって、ショートアプローチどうですかね。え、もう全然得意な距離とかなんかあります。全然なんかむしろこれ、はい、どの程度打っていいのかよくわかんないんですけど、もう好きに打ってもらっちゃって大丈夫なんですけど、まああのピンまでが15、6ヤードだったりだとか、はい、一番奥でそうですね30ヤードちょっとぐらいなんで、はい、なんかこう返しちゃダメって言われて、はいはい、その下距離感がちょっといまいちよくわかんなくて、こんな感じです。ああ、でも今のなんかは綺麗な入り方ですもんね。フルスイングすると、はい、なんかそれこそロブショットっていうんですか、あ、下抜けすぎちゃうのかな、私練習場でやってたんですけど、はい、それもダフってした。大丈夫です、大丈夫です。やっぱバンスがあるから当たるんじゃない。そういうこと、うん、これ自分のやつ、いや、うん、今あの RM4 の H なんで、まあ比較的今使ってるのとヘッドは近いタイプ。あ、閉じて。了解です。ちょっと変えてきましょうか。いや、なんかこのウェッジの、はい、なんか打ち方もそうだし、はい、なんかいまいちちゃんと打てた試しがないので何が正解なの？基本的にはフルスイングから小さくしていけばいいと思うんですけど、やっぱりそのさっき打ってもらったアイアンみたいに重さとか、うん、あの形とかでちょっとやっぱり変わってくるんで。そうなんだ。うん、あ、でもこういっちゃうんですよ。まあ、でも今ぐらいのなんかはそんなに悪くないとは思うんですが、うんうんうん、ゴーンっていっちゃうんですよ、はいはい、どうやって打ったらいいんですか、はい、もうそこの問題いやいやいや、打ち方そのままで大丈夫ですよ、うんうんうん、上打っちゃってるんですよね。ちょっとそうですね、今なんか上打っちゃってるんで、でもなんか下が、はい、ダフっちゃうと怖いとか思っちゃう、はい、あ、でもウエッジってそのダフっちゃっていいようにできてるんで、もうだいたいボールの手前ぐらいにボンって落としちゃえば大丈夫です。打ち方を変えずにいきましょう。はいはい、もっと簡単なの言ってみる。うん、もうちょい、じゃあ、はい、もうちょい、もうちょい、おお、ナイス、ナイス、おー、ナイス、ナイス、あ、すいません、はい、池田さんからナイスもらったよ、うん、俺言われたことないけどよかった、うん、出た、うん、ミケルソンバリのロブショット今みたいな感じのやつがちょっとダフってるんですけど、うん、これはあのソールが結構ダフリに強いんで、うんうん、そのままあのさっと前に滑ってってくれるんですよ、うん、なるほど、うん、
今の今度 TK とか強烈スピンかかってましたけど今TK いっちゃう TK いってみましょうか。これで刺さったら初めての刺さった映像になるあ、うん、ちゃんと跳ねてくれてる、刺さらない、うん、おすごいな、やっぱ TK40 こうやって考えるとすごいですねそう、うん、こうやって人のやつ見てるとよりわかるな。抜けてる、はい、抜けてる。あ、今多分あのダフってる感覚だと思うんですけど、うん、はい、あれで打っちゃって大丈夫なんで。そうなんだ、はい、普通のクラブだとあれがざっくりして全然飛ばないんですけど、はい、TK40 だとある程度飛んでくれるんで。そう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 、うん、ナイスです、ナイスです。おお、ナイス。おお、今のなんかは全然違う、いい入り方だと思います。なんかいい。いや、なんかここで違うと嬉しいですね。ですね。これ明らかに違う。いや、全然違う。刺さんないでしょ。すごい。おお、オッケーオッケー。これも。ちなみにもう一回、もう一球ずつ、うん、RM4 からもう一回やってみましょう、うんうん、もう一回、ちょっと打ち慣れてきたと思うから、ちょっとじゃあ2球ずつ改めて綺麗なとこで、はい、すいません、あ、もう一球ずつ、もう一回、なんかわざとやってんじゃないかっていう、なんか本当に、わざとらしい仕込みじゃないかっていう、技術がすごいなんて、そういう意味で技術はすごいんで俺らまあやらせぐらいよ、やめてなんか法人チームなんかこうやらせやってるみたいな疑惑出る、うん、おっ、うん、ほう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 、 DJ4 はなんか、うん、なんかそれがまあ使って当たってますね、うん、使ってる感じありますね、うん、うん、じゃあ次、はい、次C036。 おー、ナイス。おー、うん、おー、ナイス。はいはいはい。でそして、TK40 いきます。あ、そっちもうなんかやらせぐらい。今のもミスだけどね。うん。すごいね。前に行ってるもんね。おー。うん、あ、どう、自分が打った感じ4種類あったけど一番最初のからこう4つ打ったけど、うん、どう、1、2、3、2番目とこれ、うん、確かに見てて、うん、DJ42 番目の DJ4 は意外に良かった気がする、うん、確かに、うん、とこれかな、あ、 TK、うん、あ、 TK、うん、ちょっとあれ、じゃあ DJ の、はい、お、新しいタイプ、もっとほほほ、そう、2番目にやった DJ4 の、はい、まあ、ちょっと新しいやつを今考えてて、はい、それをちょっとじゃあ、お、はい、で今の DJ4 よりもちょっと優しい方向に作ってるんで、はい、まあ、ちょっと新製品のテストがてら、うん、おおっと、おお、ああ、悪くない、うん、悪くないよ、おお、はい、おお、あれ、なんかもう、やらせっすかもね、なんすかこれ、でも新製品なんですかこれ、すでに最初の TK40 打ってもらった時に少しリハビリができたような気がしますね、うん、2回目打ってもらってる時の方が怖がらずにこうヘッドが打ってるんで、芝の方に入ってってるんで、うんうん、とりあえずうちに1本これ用意しようか、うん、日の毛用に日の毛用にね、あ、いや、でもなんか性能のイメージ通りの、うんうん、した結果が、うん、出てます、ね、出てる、うん、なんか作り手側のなんかイメージ通りのありがとうございます、おお、ナイス、でみちゃん、俺こんなこと池田さんに言われたことないから、いい作り手側の気持ちが分かってるって言われたことないから
日野さんちょっと逆いっちゃう時があちょっと手前から行ってもね。おお、ナイス。 TK 行ってみる。うん、おお、うん、お、うん、ナイス。どう、うん、いやでもなんか悩む、悩む、うん、で、あー、でもなんかその新しいやつは、はいはい、なんかちょっと自分的に安定 してた気がする、うん、これはこれでね、すごい打ちやすいんだけど、うん、どっちも。これ56度でしたけど、56度の方がいいですかね。あ、ウェッジ優しく打ちたいんだったら、58よりも56の方が、うん、なるほど。あの、うん、まあ女子ですね。絶対優しいです。はい、じゃあ一回、その TK と今、この新しい DJ5 でいいんですかね。まあまあ次の DJ。次の DJ を、ちょっとバンカーとかで。あ、そうですね、バンカーで。打ってみて。で見た目すごい。どっちが好きだ。こっち。あ、こっちも好き。うん。ほら。うん。え？オッケーじゃん。え、打ち方全然オッケーなんで。ちょっともうイメージ的にはちょっと強く打っちゃえば大丈夫です。うん、向こうのあの、はい、ガードレールまで飛ばす感じで打ってください。そうっすね、はい。なるほど。ちなみに今のバンカーショット、多分10年ぶりぐらい、10年は言わないけど、7年ぶりぐらい。8年ぶり。惜しい。惜しい。惜しいな。惜しいのかな。おー、ナイス、完璧です。慣れてきたかな？ OK。じゃあ、うん、次、はい、DJ4。はい。DJ4。さっき気に入ってた DJ4、うんうんうん。あの、DJ の新しい版はちょっと、はい、この後に。まずは DJ4。DJ4。おう。うん。出てる。100% です。じゃあ、はい、ちょっとこれは今、じゃあニューモデル。ニューモデル。DJ の、まだ未発売の。未発売。おーおー、うんうん、はいはいはい、いいですね。ちょっとシャフト重いんで、うん、どうかなっていう重さのシャフトではあるんですけど、うんうんうん、これがシャフトがカーボンというかこっちと同じやつになる、うん、そうです ね、はい、ちょうどいいそのぐらい。今その DJ4 に入ってるシャフトって、あのさっき打ってもらった PC3 と重さ的にはバッチリ合うところなんですよ。うん、おー、ナイスアート。あ、出るね、うん。あ、出るようになったね。うん。あの、この撮影の間にもう上手くなってってね、っていう話がそういうありますけど。もう、うん、はいはいはい。うん、じゃあ、出てきてください、うん。ちょっとじゃあ、アプローチ最後もう一回、ね、もう一回決めますか。へ、はい、すげえ綺麗。もう本当にやらせぐらい、ね、すごい、すごい綺麗にこう、うん、タープというか、ダンブローに、ね、入るようになってる。ナイス。ナイス。じゃあ違うの行こうか。DJ ですね。はい、うん。オッケー。決まったね。三好大先生。そうですね。決まりましたね、これ。TK をお勧めしたいと思います。ですね。となると、まあ、50、一番下の番手がここになるじゃないですか。はいはい、そうなると、上、ピッチングとの間は、どうしたらいいですかね。50、今、上が PC3 なんで、はい、そこ50度1本。うん、で行くのがシンプルですかね。おお、はい、なるほど。の、もう DJ で。DJ の50度。そうですね、50は DJ。はい。なるほど。じゃあこれの50度。はい。はい。で、ウエッジは
サンド、まあ、一番下サンドウェッジ版っては TK40 入れていただいて、うんうん、はい、でもしかしたらあのこれであのどん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 アプローチが良くなってきたら、ちょっとこれじゃ物足りなくなる時が来るかもしれないですし、その時は多分 DJ の新 DJ が出てるかもしれない。新 DJ、 新 DJ、はいはい、これかな、あ、違う、あれ、それかな、これ ね、 それですね、新 DJ が、はい、これで一回リハビリして、うんうんうん、できるリハビリして、うん、でそれに慣れてきた時に新 DJ で、うん、もっと練習化して、はい、TK で打っていただいてる間にどん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 入りが良くなって、うん、もうみるみる良くなってってるんで、はい、でもなんか最初からちょっとなんか感覚的に打ちやすかったかなっていう感じ、うんうん、見た目的なものもいいし、よかった、好き、そうですね、はい、完璧な結果出していただいて、ね、ありがとうございます、はい、だんだん完璧な結果出てないから、そんなことないです、はい、分かりやすい結果が出た、はい、はい、じゃあ、こういう流れになるな、うん。そうですね、はい、これ58ですか、はい、こちら側で、一番下の番手が TK40 で、50度の DJ4 と。そうですね。こういう感じで。はい、どうぞ。アイアンから上一番。じゃあ、はい、今回は PC3 からの DJ4、そして TK40。はい、これで完璧、完璧に、完璧ですね、まあ、どこ、また今後また新しいドライバー、うん、そうですね、ドライバー、はい、ね、そうですね、ドライバーもね、はい、多分すっごい好きそうなやつ出るよ、嘘、本当出るよ、すっげえ好きだと思う、だからもうこれで TK40 の柄見た目がすごい、そうですね、そうなんですよ、うちそのタイプなんですよ、はい、うちが合ってます ね、 ね、はい、多分気に入っていただけるんじゃないかなっていう、はい、準備中なんで、ちなみに DJ4 は色ってこれだけですか、あとブラックがあります、うん、あ、ブラックメッキ、ブラックある、きたじゃん、きた、ブラックメッキにしようか、ああ、大丈夫ですか、ブラックメッキ、大丈夫です、はい、大丈夫です、ます、じゃあブラックメッキで黒黒で、うん、はい、ね、大丈夫です、ちょっと値段上がるだけなんで大丈夫です、池田さんちょっと値段交渉ちょっとすいませんが、はい、わかりました、はい、じゃあ、はい、アイアンから下まで、ね、でも、40のクラブ、こうやって握るってことは、うん、なかなかミスはできないよ。そうだよね。次から、私の番組になる。なんで？なんか私がここからさ、こうなんか、まあ、確かに、そうですね、確かに、はい、あの、池田さんは、あの、作り手の気持ちが分かってる。分かる、うん、はい。俺じゃねえじゃん。ミックスダブルスとかもありますし。おー、夫婦とかもね、はいはい。喧嘩しかしないですよ。嘘に。仲良くね。ね。そういうのもね、ね、今後ここのファミリーで、そう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 、なんかファミリーゴルフ的な、あ、ぜひ、でも、はい、やってください、ちょっとやりたい。新しい、ちょっと、14さんの風を、うん。あ、そうですね。いいですね。ね、はい、うん、ファミリーっていうのも含めて、いろいろと。ちょっと、全力でお手伝いさせていただきますんで。ね、はい、いましたよ、皆さん。全力で。撮ってますよ。撮ってます。今撮ってます。残っちゃいますよ。入ってますから。私の全力。ね、ぜひぜひ。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。池田さん、値段交渉。値段交渉ね。どうしますか、どうしよう。いやー、そこにちょっと今日財布が。